はい、今回ご紹介させていただくのは愛媛県伊予郡砥部町のビルダーさんですね。木田ウクレレワークスさんによるコンサートモデルですね。シリアル番号040をご紹介させていただきます。木田ウクレレワークスさんは四国の愛媛県のビルダーさんなんですが、以前から入荷した時いろいろ紹介していますが、弊社ではすごく人気で、本当に好評いただいているビルダーさんなんですが、今回入荷したこのコンサートモデルはですね、胴体にホンジュラスマホガニ材を用いておりますね。このホンジュラスマホガニを用いたコンサートモデル、以前も入荷したことがあるんですけれども、日本人のビルダーさんのウクレレとしては非常にお買い求めやすいモデルっていうのが、非常に特徴的なんですが、非常に素晴らしいモデルになってますね。お伝えしたようにホンジュラスマホガニ材を用いておりますね。こちらも、マホガニ材ではありますので、またコアとは違ったですね、こういう、目の詰まった感じの材質になっておりますね、はい。サウンドホール周りのロゼッタはアバロンを用いておりますね。こちら木田ウクレレワークスさんの、ロゴが入っておりますね。この山のマークがですね、非常におしゃれなものとなっています、搭載ペグは5等製 UPT を用いておりますね。で、ネックはアフリカンマホガニ材となっておりますね。で、シバントブリッジはマッカーサーエボニー材を用いておりますね。ローズウッドとかも用いたりするときあるんですけれども、割とこう暗めの感じの木目になっておりますね。で、シバン上のポジションマークアバロンを用いておりますね。表面はツヤのある、ウレタン塗装の、グロス仕上げになっておりますね、はい。ツヤのある外観なので、シンプルながらも高級感のある、そんなウクレになっておりますね。なかなかこちらのモデルは、搭載の弦がカマカのブラックナイロンっていうのもあって、ホンジュラスマホガニ材のボディと相まって、だいぶ柔らかい感じのニュアンスになってますね。結構角の取れたニュアンスっていうのが、このマホガニモデルはすごく感じますね。木田さん自身、割とこうカマカのウクレレテイストでこう作っている方なので、カマカのような結構こう柔らかいというか結構深いなりっていうのを表現されてますね。コンサートサイズで探してる方も結構多いかなとは思いますけど、こちらの本マホモデルに関しては、値段的にも本当にお買い求めやすいかなとは思いますので、職人さんが作ったウクレレの中では、非常に手が出しやすいというか、ステップアップでコンサート探してる方には本当におすすめしたいモデルですね。以前も何回か入ったんですけど、もうすぐやっぱ販売に至ってしまったそんなモデルですので、弊社としてもこの木田さんのウクレレは非常におすすめしておりますね。木田さんのウクレレは個人的にもネックは結構薄めですごい押さえやすくて、ポンとこう手を乗せるだけでこう弱い力でも本当にこう応弦しやすいというか、引き心地というか、押さえやすさっていうところも本当に考えられている作りになってますね。なんかいいコンサートウクレレないかなとお探しの方ですとか、マホガニ材でこういうシンプルな外観ながらも、使える一本をお探しの方にはですね、非常におすすめしておりますので、木田ウクレレワークスさんの新作ホンジュラスマホガニのコンサートモデル040、ぜひご検討いただければと思います。